皆さんどうしてこんにちは。こんにちは。今日は2日目で、私はですね、かほちゃんにね、インドのモールを見てもらいたいと思います。どんな気持ちなの？めっちゃ楽しみです。そうだね、私もかほちゃんに見てもらうのが楽しみ。今からね、ちょっとかほちゃんのあれなんだよ、なんかお金を両替をしに行かなくちゃいけないので、だから今はちょっと撮影しながら。あ、母ちゃん、すっごいびっくりしたんだよ。母ちゃんいきなりどこ行っちゃったって。ミスルが先にどっか行ったんで、だってロープが張られてたから、私が行った道は無理だった。そうなんだ。ミスルたまに私に置いて行く。そんなことないよ。ひどい。俺いつも罪深くしてんのに。あれや。ありがとう。そうだね。俺のセーター似合ってるね。そう、私服一回持ってきたはずなんだけど、おかしいよね。おかしい？私一回服持ってきたのに。本当に気づいたら、復帰ルーフがなかった。復帰ルーフがない。そうだね、なんか彼女は今日服がなくて、僕のセーターちょっと、じゃああげるって言って貸してもらったの。そう、まあ両替しに行かなくちゃ。そうだね。はい、モールに入りました。ここはですね、デリにあるシレットシティというモールです。デリに住んでる大体のみんながこのモールについて知ってると思うんですけど、どうしてかというとさ、ここはですねちょっと有名なモールですからね。ちなみに大事なのは母ちゃんのお金を両替してもらうことです。彼女はずっとお金両替してもらいたいとかって言ってたので、今はその店を探してるところです。両替してもらいました。はい、まあ今からですね、私たちはお腹ペコペコなんだからさ、ペコペコだね。なんかここはですね、かほちゃん、はい、南インド料理のすごく美味しい店があって、そこでかほちゃんにドーサーとかイデリとか食べてもらいたいなって思ってる。食べたい食べたい。ドーサーを見たことある？わかんない。じゃあ見てみよう。そういえばさ、かほちゃんって、インドのバーガーキングとかに行ったことがないんですよね。うん、まだない。そうだね。じゃあさ、かほちゃんがインドにいるうちに、バーガーキングとかにも行こうね。行こう行こう。でも今日はバーガーキングとかじゃなくて、南インドの料理にしましょうね。空いてる。はい、お願いします。ここ座っていい？うん。え、あ、そうなの。じゃあちょっとかほちゃんを取りたいから。はいはい、わかる。え、これ何？かわいい。母ちゃんのようだな。いただきます。はい、じゃあ食べましょう。ご飯の後はニキレさんが使っているスキンケアの会社のお店に行ってみました。私も前にニキレさんが使っていた製品を使ったことがあるので、この会社のお店に行くことにしました。まあそうだよね。私もですね、私のやつももうちょっとでなくなるところだったので、買おうかなと思って行ってみたし、でそのついでになんかかほちゃんも自分のためにいっぱい製品を買っちまったんですよね。欲しくなっちゃったの。そうだね。まあ僕は洗顔するやつと、他のちょっと塗る、顔に塗るやつを買っただけなんですけど、かほちゃんはいろいろ買ったんですね。ねえねえ、知ってる？私の大学はね、ここから5分だけしかかからないんだよ。え、そうなの？行きたい行きたい。まあ俺だって行きたいことは行きたいんですけど、でもですね、コロナのせいでね、大学が閉まってるんですよ。あ、そうなんだ、残念だね。うん、
残念だよね。でもさ、もしカハツワンがねまたインドに来るんだったら、うん、あの私の大学に行こうね、うん、まあ、行こう行こう。でもその時は多分私、うん、卒業してるかもしれませんよね。そっかそっか。でも外から見れることもできるし、 あと、まあ、そうだよね、入ることもそんなに厳しくないから入ることもできるんですよ。じゃあ私も大学生に戻って行くね。はい、行きましょう。はい、あとね、まっすぐ行って左に向かって右にね、うん、あのマーケット99っていうストアがあって、そこで掃除道具を買おうかなって思ってるんですけど、うん、いいね、掃除道具欲しいね。そうだね、でもねそこは撮影禁止だよ。あー、そっか。はい、私たちは掃除道具を買って、で次のモール、パシフィックモールに向かってます。はい、やっとパシフィックモールに来ました。ここでいっぱいショッピングしたいと思います。そうですね、いっぱいショッピングしようね、うん、はい。ねえねえニキル、寝るときは寒いから毛布買っていこう。そうだね、やっぱり昨日もめちゃくちゃ寒かったんやからね。じゃあ毛布買っていこうね、うん、うん。あ、さっき毛布買ったお店に撮影しようとしたら、あの撮影が禁止だって言われちゃって、まあ最近こういうことが多いんですね。でも今はビッグバザーにいるから全然大丈夫なんだけどね。ねえねえ、このマギ買っていい？いいんじゃない？そうだけど、でもこれサイズ大きいんじゃん。まあでもいいじゃない。わかった、じゃあこれ買おう、うん、あとまあなんかいっぱい買いましたよね私たち。そうだね、何もないからね。そうだね、あとさ、あのジャガイモ買おうね。ジャガイモいるね。そう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 。あ、ちょっとスペースがないから私まずはスペース作るね。あ、ちょっと待って。うん、作って作って。うん、作ってる。はい。じゃあここの中に入れて。はーい。あとさ、ジャガイモはいいんですけど、ジャガイモ買ったら、あの玉ねぎも必要になるよね。うん、玉ねぎもいるね。そう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 。でも一袋にいっぱい入ってるよね。そうだね。これぐらい使い切れるのかな。まだ買おう。はい、まあ今日買いたいものは全部買っちゃったんですよね。うん、本当はもっと買いたいものもあったんだけど、まあでもさ、これ以上買っちゃったらさ、うん、なんか持って帰るのもめんどくさくなるし、ね、あと大変になっちゃうんやから、今日はこの辺で終わりましょうか、うん、そうだね、そうした方が良さそうだね。はい、皆さん、私たちはですね今日いっぱいいっぱい買い物して、今からですねあのお家に帰るところです。はい、だからですね、今日の動画はここで終了したいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。忘れずにチャンネル登録といいねをお願いします。よろしくお願いします。はい、それじゃあまたね、バイバイ。